皆さんこんにちは、リナワーク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日はみんなの悩みシリーズ第2回目になります。前回は Apple ID とは、それから iCloud とはについて解説をしました。今回はパスワードとパスコードの違いって何とか、パスワードは覚えられないという人、当たり前ですよね。パスワードを全て覚えている人ってまずいないんじゃないかなと思うくらい、今たくさんパスワードがありますよね。パスワードというのは覚えなくていいというのは、 iPhone をお使いの方は iPhone がパスワードを覚えてくれています。その場所を知りましょう。そしてパスワードとパスコードの違い、これは同じかというと答えは違います。今回はそれについて解説をしていきたいと思います。前回と同じようにブログにも記載しておきますので、合わせてご覧ください。パスワードとは、パスワードとはということで、前回はそれの ID について、Apple ID について解説をしました。 Apple のサービスを受けるときには、銀行で言えば口座番号のようなものがいいって、そしてお金を引き出すときには、本人確認、印鑑がないとお金を引き出したりできないというお話をしましたよね。その印鑑になる役割を、インターネット上では物体ではなくパスワードというのを使って本人確認をする、そのようなお話をしました。ではパスワード、いろいろなサービスを使っていれば、それぞれの ID に対するパスワードというのがありますよね。こんなにたくさんあるのというくらい、サービスごとに ID とパスワードがあります。この ID とパスワードというのは、1個作れば全部同じでいいかというと、それはセキュリティ上安全の問題があります。なのでそれぞれ違うものを作ってたらい回しをして、どこか1箇所でも情報が漏洩した場合に他もアクセスをされたら困りますから、それぞれ違う ID とパスワードを振っていくんですよね。そのパスワードが、たまに銀行などはよくしばらくパスワードを変更していないから、また変えてくださいって言ってくるんですよね。なのでまあそのままパスワードを変えていたら、一回頑張って覚えたものでも今度自分でわからなくなってしまう、こんなようなことがあります。なのでパスワードというのは覚えるものではないっていうふうに考えてください。では覚えなければどうなるのというと、冒頭でお話ししたように、パスワードを使った時に、その端末、例えば今回はスマートフォン、 iPhone や Android も含めて、その端末、機器で覚えていてくれる場所があるんですね。その場所がどこにあるかというのを覚えていただきたいんですね。だから今の時代は覚える必要はありません。ではどこにあるか確認をしてみましょう。まずは設定を開けてください。画面をずらしていただいて、パスワードというところがあります。このパスワードをタップしてください。タップというのは画面を押す、軽くですね、押していただくとパスワード一覧が表示されます。例えば私の場合は ABC の順に並んでいるので、 Amazon を利用していますから Amazon というふうに書いてあります。その Amazon の ID とパスワードを知りたいのであれば、 Amazon をタップしていただくとこのような画面になります。この画面にはユーザー名と、そしてパスワードがあります。このパスワードの欄は黒丸がいくつかあると思います。すぐに見られないようにセキュリティ上守っているんですね。自分でも見れないじゃないかというと、そうではなくて、もう一度その黒丸のところをタップしてください。すると登録したパスワードを表示することができます。パスワードは自分で作ったもの以外にも、強力なパスワードなどといって、
何かよくわからない英数字の羅列をスマートフォンでは用意してくれることがありますよね。そのまま強固なパスワードをつけた場合には、何かよくわからない文字があって、例えばそれをノートに記したいとか、どこか違う場所に記したいなんていう時に転記ミスが起きてしまいます。ですので、そのまま文字を読んだりせずに、その上をもう一度タップしてください。するとこのようにパスワードをコピーという文字が画面上に表示されていると思います。そのパスワードをコピーをタップしていただくと端末が覚えてくれます。そうしましたら貼り付けたいところを開けていただいて長く押して指を離すとペーストと言って、ペーストというのは貼り付けるということです。先ほどコピーした強固なパスワードを貼り付けてくれます。このようにしてもし必要であれば他の場所にコピーペースト貼り付けをしてみてください。このパスワードというのはまだ前回見ていない方は1回目を見ていただくとわかるんですが、パスワードというのはクラウド上に入っています。クラウド上というのはアップルのインターネット上の保存箱に同期しているということになっているんですね。いや自分はしていないよという方、何もしていなければ初期設定でパスワードはクラウド上に保存されます。オフにした場合は別です。アップルが厳重に守ってくれていますので安心してそのまま初期設定のままオンでいいと思いますが、中にはこんなことを言われることがあるんですね。やっぱりね、ウェブ上なんてインターネット上なんて怖くてパスワードを置いとけないわということなんです。これ気持ちはよくわかりますけどね、私たちがお金を預けるときにタンス預金をしているかというとやっぱり銀行に持っていかないですか。銀行の方がはるか私たちよりも安全にお金を守ってくれていますよね。そのように考えてみたらどうでしょう。それでも信用ならないという方はパスワードはウェブ上に上げないで同期をオフにしてみてください。もう一ついいことがあるんですが、これは何かというと、自分が災害などに遭わなくても新しい iPhone を購入した時に ID で紐付けをしてくれているので、一番最初に Apple ID を入れるとそのパスワードなどもすべてコピーされていくんですね。お引越しをした時に新しい端末になった時にいちいちパスワードを入れたりする必要がないんですね。利点がたくさんあるので、このようなパスワードや連絡先などは私はオンをおすすめします。あとはヒューマンエラーによるものなので、私たちがどこかに漏らさない限りは安全に守ってくれるはずです。ではここでパスワードとパスコードの違いについてもお話をしたいと思います。名前似てますよね。パスコードというのは端末を開けるとき一番最初に4桁あるいは6桁のコード番号を打っていますよね。あれがパスコードになります。パスワードとは意味が違うんですね。パスワードというのはそのサービスを受けるための名前 ID に対する本人確認の意味でのパスワードだから、いろいろなサービスを使っていればその都度その都度 ID とパスワードがありますよね。 iPhone を使っている場合でも Apple ID 以外に Google、 例えば Gmail を使っているとか、Amazon でお買い物をしている場合、アプリが入っているようであれば Amazon の ID とパスワードがスマートフォンに登録されていると思います。そのようにサービスがいくつかそれぞれあるんですが、パスコードというのは iPhone を開けるための鍵となります。もう少し平たくお話をすると、例えば大事なものをメモしておいたとします。そのメモは大事だから、その手帳には鍵をかけたとします。それぞれに鍵をかけるようなものがあったとします。それを金庫の中に入れたとします。そしたら、
その金庫の鍵が開いていたら困りますよね。そのような金庫の鍵がパスコードというように位置づけをしてみてください。また金庫を開けるには家の中に入らないと金庫は開きませんよね。なので家の鍵というのもパスコードのようなものですよね。このように考えていただくといいと思うんですね。そしてお分かりのようにこのパスコードというのは役割としてはとても重要な役割をするので、何度も間違えたらこれは怪しいとみなされてしまいます。間違いが多いとロックがかかってしまって、正しいものを入れても開かないような設定になってきます。これ銀行などで経験ある方いらっしゃいませんか？私は1回経験があるんですが、しばらく使っていないキャッシュカード4桁の番号がわからなくて、何回も間違えてしまったらロックがかかってしまいました。このようなことが起きます。パスコードに関してはこのような位置づけと思ってください。ここで一つ皆様にご提案があります。これ娘から聞いた話になるんですが、バージョンにはよるんですね。スマートフォンのバージョンによってはフェイス ID というのが使えるバージョンがあります。新しいバージョンであればフェイス ID が使えるんですが、バージョンが満たしているのにもかかわらずフェイス ID 使っていないという方が多いと聞いたんですね。フェイス ID というのはとても素晴らしい機能になりますので、もし初期設定の時にフェイス ID を飛ばしてそのままパスコードでロック解除しているようであれば、フェイス ID も登録してはどうでしょうか。なぜフェイス ID をおすすめするかというと、ここにあるようにちょっと読んでみますね。フェイス ID には高いセキュリティがあります。顔認証考えてみてください。同じ顔の人っていますか？まあ双子とかね、似ていますけれども、全く同じ顔というのは世の中には存在しないはずです。他人が Face ID を使ってデバイスにアクセスするのはとても困難なんですね。指紋認証の場合ね、これ聞いた話なんですが、ご主人が泥酔して寝ている時にちょっと指をね、押してみたら開いちゃったなんてことあるんですね。Face ID の場合、目をつぶった状態で Face ID を使おうとしても絶対に開くことはありません。また今はマスクをしても Face ID を使えるような設定がありますし、それからメガネとかサングラスはちょっとわからないですが、メガネという機能はあります。このようなものを使って迅速に端末を手に持った状態で自然に開けることができます。それとパスコードの場合は手が濡れているとか、それから手袋をしているとか、そのような場合はいちいち脱がないといけないということがありますからね。フェイス ID はそのようなことはありませんからね。またフェイス ID は暗いところでも認識ができるように設計されているので、暗い環境でも使用が可能です。いろいろな意味を含めてフェイス ID の登録されてみてはどうでしょうか。初期設定の時は時間がないからね、飛ばしちゃったなんていう方、忘れている方はぜひ Face ID を登録してみてください。 Face ID の登録は設定を開けていただいて、一番最初の画面を少しずらしてスクロールをしていただいたら Face ID とパスコードという欄があります。こちらを押していただいて次の画面で設定をかけてみてください。その画面の下の方にはマスク着用時フェイス ID がオンオフ、それからメガネを追加なども機能としてあります。なおフェイス ID に関してはたまにパスコードを聞いてきます。その時にはパスコードを入れてください。では本日の動画はここまでにしたいと思います。みんなの悩みシリーズ2回目、パスワード・パスコードについて解説をいたしました。いかがだったでしょうか。パスワードをすべて覚えることなんてできませんよね。パスワードを記すというのもダメではありませんが、記すときに転記ミスが起きやすい、あとは
いろいろな記号などを使うと強固になりますが、それゆえにミスが起きやすいという難点もあります。それよりはパスワードが覚えている場所があるということで、それを覚えておきましょう。そしてその上でパスワードが守られるようにするために、パスコードを厳重に管理してください。そしてフェイス ID の勧めとして最後付け加えさせていただきました。イナワク TV ではこのように初心者の方、中高年の方に向けて便利に役立つノウハウを配信しております。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。では今日の動画はここまでにしたいと思います。みんなの悩み第3回目は LINE の悩みになります。次回もぜひ楽しみにしてください。では次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。またね。イナワク TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。